今回背後の潔に対する感情に対する読者の反応集を紹介します。今週ゴーとか結構重めだと知ってびっくりした。圧倒的なプレイシェア、空間認識能力、選手と自分の位置を把握する目、後のメタビジョン、サッカー IQ の高さを持ちながらも日本特有の同調圧力に屈して未来潰されかけた最悪に最高の原石、ブルーロックの門を誰よりも先に叩いてみせたファーストペンギン、フィジカルが劣り、武器がないながらも努力する姿は周囲を奮い立たせ、一部例外を除いて、向上心を促せる伝導体、自身の実力を理解した上で理想に向かってチャートを自分で用意実行して常にアップデートしていくハングリー精神、エゴの理論の体現者、今ここで勝ちたいんだよ、肩セロクソメガネ。このエゴ派あんたが教えたことだろ、と監督に言えるほどのエゴイス。と、気に入らないわけがない。なんかめっちゃ気に入ってるよね、潔のこと。自分の理論をことごとく実践して成功してくれてる教え子いたら可愛いだろうよ。潔本人にはミリも伝わってないけどな。エゴくんも確信を持って練習組んでるかもしれんが、信じて真面目についてきてくれるやついないと成果につながらないし追放されて終わりだからな。自分が正しいと思ってるのに実践してくれるやつがいないとか悔しすぎるし、潔の存在はありがたいと思う。潔は初期は雑魚だったけど自分の指導でどんどん成長してくれるからやりがいあるだろうな。香ばしい話題だな。フッテ運の話をわざわざ説明した後にアンダープレンテイであんなゴール決めたら指導者として絶頂ものだろうな。現役時代のプレイスタイルとか似てたりするんかな。どんな選手だったんだろうな。エゴエゴも潔に近かった可能性もあるなって小説とか見て思った。高校サッカーとかそういう環境でうまく育てなかったタイプというか、潔のことをエゴイストって呼ぶとこがとても好き。潔よ1がブルーロックの主人公すぎる。好きなキャラ派いっぱいいるけどブルーロックの主人公ハイサギだわ。潔もブルーロックなかったら終わってただろうからな。潔派下手すやめが出るチャンスもない地方のサラリーマンだった説あるよね。だからここにブルーロックをそっと添える。最終的に潔のこと、俺の最高傑作って呼んでくれたら感無量だわ。潔派褒められるの好きだし。ご視聴ありがとうございました。